みなさんこんにちは。花のアトリエ結びフローリストの幸子です。今日はこうして花壇から摘んできたお花で髪飾りを作ってみたいと思います。まずは3時間ほどしっかり吸水させました。お水をもらえない状態で半日から1日程度しおれない植物であれば使用できます。それではまずはワイヤー掛けです。葉を一針すくってから茎を巻き止めしたり、ワイヤーの先端をかぎ状にして花の芯に引っ掛けて留めたり、弱い茎には一度ワイヤーを差し通して補強してから茎を巻き止めしたり、植物の形態に見合ったワイヤー掛けの手法を選んであげます。次にテーピングです。このテープの色はグリーン系を中心に様々な色がありますが、髪の色に馴染むように今回はブラウンを使っています。今作っているものは8の字なんて言っていますが、後で髪飾りの裏面に取り付けてヘアピンをさせるようにするためのものです。もう一つは髪飾りの軸となる棒ですが、やはり先端に輪っかを作ってヘアピンをさせるようにしておきます。では組み立てに入ってまいります。花冠の時と同様にガーランドを作っていきます。イメージとしてはかまぼこ状に、机に置いてみた時横から見ても花があって、ワイヤーは隠れて見えないように作っていきます。最後に8の字を一緒につけてワイヤーでしっかりと結束します。手だけでは不十分でペンチでしっかり留めましょう。束になったワイヤーを頭になじむように平たく潰してから短くカットし、安全性に配慮してカット面をテープで保護してあげましょう。最後はまだむき出しになっているワイヤーの上にお花を折り返すようにして仕上げます。さあ出来上がりです。このように日常でつけるものではないと思うのですが、やっぱりウェディングのシーンでしょうか、もしくは卒業式、着物や袴姿にも合いそうですね。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひまた見にいらしてくださいね。さようなら。